皆さんこんこにちは、えー、ビニスの佐藤です今日はですね、概覧措置をね、やろうかなと思っていまして、タイトルが僕2年目のね、えー、講座ってこれをやってるんですけども、佐藤版アウホ本オーディオブック活用法、えー、いつでもどこでも手ぶらで知識確認というね、タイトルでやらせてもらいたいと思ってるんですね。えっ、ー、と、2年目の勉強ね、何をやるかというと、いろいろあると思うんですよ。例えば、討、え、論、ー、を受けるとかね、あるいは、まあ、担当もそうですね、担当もね解きまくって、 を受けてみてみ確認するあるいは論文とか担当について知識をインプットするまあここにあるようなこれアドバンスですよね、まあ、これを使った形でのやつをやるとかね対してこの付随版みたいなのあるでしょでこれに従ってやってみるっていうこともいいと思うんですよただ全ての原点ってこれによるんだよね特に条約を除くってことになるとあと著作権と不正競争ですかね除くって話になると全ての根拠はここにあると。 いうことになっておりまして、22班が出たんですね。昨年度か一昨年とか21版っていうのをやりましてね。まあ、結構好評だったんですね。あのいいところっていうのはね。まずあの今これ顔映ってるでしょ？顔って邪魔じゃないですか？僕の顔を見てなんかそこから湧いてくるってわけではもちろんないでしょ。僕もそうだったんで、音から僕は聞いてきた人なんですね。音からで音を聞いてきて。 えー、結構今回ゆっくり喋ってるんで音を聞いてきてこれを繰り返してってことを僕はやったんですねじゃないとめちゃめちゃ忙しいわけですよ社会人だったので皆さんも多分そうだと思うんですよあのもちろん専業受験生だっていらっしゃると思うんですねそういう方はそういう方であのかなり勉強時間が取れてってことになるかと思うんですけどでもどうなのかな疲れるっていいう瞬間ないですか、ね、僕もねある程度勉強できるようになると楽しくなってきたんですね会社忙し,しかった 忙しくってあの土日ぐらいじゃないとなかなかあの本当の勉強ってできなかったわけですよ。で本当の勉強というのは机に座ってじっくりと本読んでとかあるいは問題集を解いてっていうのは本当の勉強ですよね。でもほとんどできなかったですよ。で帰ってくると、うんね、会社がちょっと遅かったんで11時ぐらいは一般的だったんですね。で毎日毎日ということでありますんで、まあ、当時の受験生ってみんなそんな感じですねでこの前た、ね、たまたまね。 他の先生と、まあ、同じぐらいの時期に受かった先生と喋ったんですけども昔と今ちょっとわからないですけどねやっぱ着替えはちょっと違うって言うんですよ着替えが違うっていうか受かる方ってねあのこれを捧げるっていうのイメージが強いらしいんですよ僕もそうだったかなと思うんだねもし試験ダメだったらどうなったのかなと考えちゃうと怖いですねあの時どうなったんでしょううん僕は、えー、と5年かかって試験を受かったんですねいろんなガイダンスで言ってるように5年かかって試験を受かった ななのででで特別頭がいいいわけではないんですただあの当時の試験でい大体56年が通常だったと思うんですけどもほとんどあのまあ専業受験生じゃない方がこのベニシってやってたんですね当時から。で文系めちゃめちゃ少なくって選択がウエイトがすごく高かったんですよ。特に僕がやったのは憲法とあと行政法と係争っていうかここで僕は最終的に受かったんですけども暗記量がやっぱ半端ではないんですね。 大学でやっていたからと言ったって、もう数年経っちゃうと忘れてますんで、また1からってやり始めたわけですよ。結構大変だったですね。1年間の1科目ってイメージがあったんでで、あの通常のまあ、必須科目ですね。必須科目の方はだいたい2。3年でなんとかなったんですけど、最後の選択ですよね。ただ、なんとかなったといっても深くね。多分理解できていかなかったのね。で、一応問題は解けたんです。で問題解けてえー。僕はね。でも担当は？ 何年かかったかな？結構勝った口なんだよね。うん、択一試験が僕はえ5年のうち、3年目でもダメで4年目で初めて受かったんですね。で、そこでかなりこう点数がパッと上がったという記憶がありましたね。ただ、あと5年目あまり勉強しなかったんですけど、卓一は通って最終と、あの昔今と違って段階的に受からないので最終となったんですけども、その時思ったのね。あ、これ読んで良かったなと思ったのが築城解説。 ただねなかなかこれ分からなかったんですよ今も合格体験記を見ると必ずこれで受かったってい人いるじゃないですかめちゃくちゃ頭いいのかなと思うのね僕最初にこれ読みました読んで分かったかなと言われちゃうと分かりませんでしただってもう畜生的に書いてあるでしょでそれもかなり省略になっているものは結構あるんですよあのー、正直言うならば年度版の改正本ってあるじゃないですかあれが一番詳しいですよ詳しい でもそれ全部載せちゃうわけにこれいかないのでそのポイントについてまとめたっていうのは築城ってことになってるんですね。だから本来から言うならばどうなったこうななななっっったたこてて書いていいいとよくわからないのね例えばね今日やったところだとそうだねあの延長トルキスガンっていう制度があるでしょ2つあるわけですよ現在ね67条の、えー、と今日やったところは67条の2の2項延長と4項延長とやったのね。 延延長と4項延長で2項延長が TPP 関係で審査が遅延したっていう場合の延長でこの一方で4項延長これ昔からあった延長っていう制度なのねでそのある部分ちょっと説明したんですよ例えば67条の今8になっちゃったのかな昔は2の2っていうこれでなったんですけども8かな今ね67条の現行であるならばそうですね 今日ちょうどやったところなんで、六十七条のちょっと待ってね、えっ、ー、と六十七条の、うん、そうですね、六十七条の二六十七条のえっ、ー、とね、四項延長の方ね、昔からあった四項延長ってあるでしょ？旧役場の承認申請が遅れてしまって、その時間侵食されてしまった。 すするんですっていうのがあるわけですよで、ね、あるところを見ると67条の、うん、と6って来てがあるわけこれ昔は2の2と言っていたものなのねでこれを見ると存続期間の満了前6月の前日までに薬状の承認審査がおりそうもないとこの場合については一定の書面出さないとその後延長登録期間ってできないんですって学ってるわけねただ説明が結構飛んでるんですよあの前提であるものね 昔はどうかというと平成11年改正前までは、まあ、そう,いうことは抜けてんのね平成11年改正前まではまず満両線緑化月期以降は一切延長疾患でできなかったのねそれってもう第三者で期待抱いてるからですよもうちょっと権利が落ちそうだあと6ヶ月も経つならばパブリックドメインになって自由に実施ができそうだって思ってるわけですよでこれに対していきなり延長ったらしになると最大5年間 延長を認めるわけでしょできなくなっちゃうんだよねこれってここですっていうところでできませんとなっていたんですよでしかし十一年改正かなそこによって変わったんですねでそもそも薬状の承認申請って誰が主導でやってるかというと厚生労働省ってことでしょ延長取る必要がある預かりしたいところでいつ承認申請をかって下ろすかって決まっちゃうわけですよすごく前に延長申請を下ろしたそうなるとまるまる これ延長申請が降りてから3月間延長期間ができるわけですねじゃあ直前になって延長申請を下ろしたってことになると1月しかできないってこともありえるわけですよあるいは満了前6月以降に延長申請を下ろしていたって話になるとゼロなんだよねでもそれって延長登録して側人が全く関与しないところでそうなってしまっている国ですってことになるわけ国そこで満了までできるように変わったんですよただその場合 第三者って一体どうなるかというと11年改正前までは6月以降延長時間できなかったのねそれによって第三者って安心して、えー、まあ設備を供与しってやっていたわけですよしかしそれができなくなってしまった困るんだそこで6月前に6月,前 6, 月 6, 月前の6月以降に延長疾間する場合については一定書面出して方法を掲載しってな書いたのね中身を見ると。ただ 前提は書いていないてなんですよ平成11年改正前はこれこれこうだった平成11年改正によって変わったこれこれこうで変わったって書いてあればいいんだけど前提書いていないから分からないわけですよわからない、ね、そうなっちゃうと多分読めないと思うんだよねこれ見てもあるいは外国署名図書の役務のところもそう昔は2月間だった優先日からじゃなくて出から2月間だったんですよ役務の徹期間ってね でそれが1年2月に変わったのかな優先日からねで現行1年4月に変わってるなぜかっていうところがうまくあまり書いていないんですねでそうなってると書いてるだけなんでうんと書かれちゃうと分かるかなっていうとどうなんでしょうね分かんないかもしれないそれ見ちゃうと難しいっていう感じがするんですよただその辺の経緯をちゃんと説明して説明を受けるとよく分かるのねやっぱ根拠はここですから全て。 で、見れば見るほど、いや、担当式試験ってこっから出てんだよなって、たくさんあるんですよ。あるいは論文もそう。あ、これが根拠になって、あの、試験員の先生って作ってるんだよなって、これ分かるんですね。あ、いいもんだと思うわけ。すごくね、読めば読むほど思うわけ。で、これを、あの、教授っていう形で、まあまりよくないんですけど、説明したいと思ってるわけですよ。で、説明して、まもともと古くから勉強してて <laughs>、受かってますんで、昔の制度大体知ってるわけです。 で旧制度はこうで問題があって改正になった現行こうなっているなぜかという流れがないと多分パッと見て理解できないと思うんですね見てもねそこはねあるいはあの今日やったところだとそうだねあの専用自治権設定した場合って特許権者って自治が制限されちゃいますって書いてあるよねでなぜそうなるかというとちょっと書いてあったね特許は 絶対的な権利です絶対的な権利ですってこれ何かというと絶対的な権能ってあるわけですよそれが所有権近いと書いてあるのね見るとで、所有権って絶対的な物件だと通常よく言われますいわゆる使用と収益と処分という権限が全ての権限なんですよこれ全てを持っているで、これに対して専業自治権って制限するんだねその権能に対してそれも要益について制限するんです 要益したがって使用と収益については特許権者も制限されててしまうんんだってことになるんです専用事件設定するとねそこで特許権者が実施を行ってしまった場合については専用事件の侵害となるあるいはライセンスもできないということになるわけですよただねこれ一言書いてあるだけなんだよね「ライセンスはできません」と書いてあるんだけどどうしてててかって書いいいないんですよこれ一般法やっていたら当然なのね。 そこってえ何ページに上がっていたかな、えー、っとですね68兆かそこらでね、そこに多分書いてあると思うんですけど、専業実験を前半に設定した、この場については、特許権者はライセンスできないって書いてあるわけですよ。で理由は書いていない、その理由って一般法によるからってことになるので、これやっぱ説明を受けないと多分分からないと思うんですね、その辺って。あるいは、総則は特にそういう接しが強いですね、相続。うん で,難しいでしょで。これを含めて説明したいわけですよそして旧試験の担当はあと現行の担当式試験はこうなって聞いていますってこれもし言えるんだったら全て分かると思うんですよ正直に言うとこれのネタ本ですからねもともとの話なのでこれ書いた時のネタ本でありますんでこれで説明するよりもはるかに分かるわけですよこう書いてあってそして担当の問題はこう聞いていたことがあるんだとずっと僕説明してるんで あとは論文もそうね。論文の本試験はこう聞いてきた。今期はここに書いてあるからってことが分かると、多分理解できるようになるんじゃないでしょうかね。一緒に勉強したいと思ってるわけです。で、さらにね、あのー、さっきも言ったように、ほとんど社会人ですよね。この勉強を受けてる方って。それが小試験とか違う。で、小試験の学生は、まあ昔もそうですけど、今特にロースクールという制度ができてしまってるんで、ほぼ専業受験生でしょ。言ってみたら。 勉強だけけやってるわけですよで皆さん大体違うよねほとんどの方はあの忙しい中で時間を抽出してやってるわけですよ家族にとっては迷惑かもしれないそれは僕もそう言われたもんねでもそれでやっているじゃあどう勉強するんだろう家庭もある仕事もあるああの余った時間通勤時間通りついてやるしかないんですよで僕やりましたよあの遊びの時間と本当の勉強の時間って 遊びる時間でででずっと、ね、テープを僕聞聞いていいいててたたんす音のねそれも当時そうだな、あのー、こういうね地球上ではなかったんですけどもそれをずーっと聞いていましてこの条文からこういうことが派生する、まあ、今の僕の講義の素材になってるようなものなんですけどそれをずっと聞いていたりとかあとね数年経って最後にこのホンの講座ってやった先生がいらっしゃったんですよ。 それもずっと聞いていて、あこにこう書いてあるんでこう聞くんです。ってことがあったのね。これずっと僕は聞いていたんです。それも即聴で聞いていたの。何度も何度も聞いていたんです。で、何度も何度も聞いていて、特にわかんないところ中心に聞いていたんです。そしたらうんとさっき言った5年目の4年目になった瞬間、全てが氷塊か紹介してパッと結,結びついたんですね。特許実用新案衣装商費を。 民法憲法行政法係争あるいはその他の法律あと条約ですね結びついた分かったって聞いたの,来たのねただその前提がその聞いたことによって僕は分かったんですよでそれをねぜひやってもらいたいあの本当の勉強の時間って結構疲れるんですね会社終わって本開いて見るすごく疲れるじゃないですか11時でしょそれ難しいですよ普通なかなか11時 来週は10時から勉強って言ったって限界あるでしょ。じゃ朝やったらいいんじゃない？朝やりました。5時に起きてでもね。それ受かる年はやったんですよ。だからその前やったかと言われちゃうとん、うん。そこまでやっていたら多分ね。持たなかったなと思うんです。体が、うん、皆さんもそうだと思うんですよ。で、遊びの時間ってあって、あるいは聞くだけであるなら多分できるはずなんだよね。僕もその遊びの時間ってうまく使ったと思うんです。勉強、本当の勉強の時間と。 遊びの勉強の時間があって、いかにこの遊びの時間を使うかによって変わるということになると思うんですね。まあ、れ一応特徴になるんですけど、あとこの講義の特徴をちょっと見ていこうかなと思うんです。パンフレットに書いてありまして、まあ、合格者も利用してきましたはいいんです。ポイントはここ。繰り返し聞き流してもらいたい。聞き流すんです。真剣に聞いてはダメです。聞いて流すんです。流して流して繰り返すんです。で、繰り返せるうちに分かってくるわけね。 それが僕の場合は揺れ目だった。ただしいそれ聞いた瞬間、分かった瞬間、どこからも解けましたよ。趣旨から解けるとか、他の方位から解けるようになったのね。って考えるようになったの深く。まあ、これはこのおかげでしょうね。青本のおかげと言っても過言ではないのね。やっぱこれ原点であることは確かですよ。バイブルと言ってもいい。ただね、読み方が悪いとそうはいかないんだよね。単に暗記してるだけだとあまり意味がないわけです。K E ないしは理屈、 深い理すべて分かって理解できるんですけどもできたら聞き流してもらいたいここに書いたり流して聞いてもらいたいそういった意味ではこれ音声が一番いいんです画像を見て僕が出てきてどうかなパフォーマンスやったってことによってなんか「訴求します皆さんに対して嬉しいですか?」。多分ないと思うんだな。喋って喋って頭の中で構築ができて特許法の頭になるならば受かりますよ。そうなってもらいたい。 で抜け落ち防止と書いてあるけど、まさにこの通りなのね。抜ける人間って間違いなく僕もそう。やっぱね。どん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 これ忘れていくんですよ。そんなもんなのね。抜け落ちていく。それを防止をするっていうところことがこの一つになってくるんですね。そして、さらにナルスの特徴と書いてありますね。いくつかって音声による確認、こう音声しかないんです。ある意味講義はこれめちゃくちゃ難しいですよ。 あの画像が写ってチェックをしっていうのはこれ結構優しいんです夢は足りちゃうでしょいやこれはポイントになりますってず書いてしまってもいいわけですよだけど音声だけってことになると無駄って絶対これ言えないのねあと分かるように喋ってますんでいやこれちょっと無駄になるなーっていうところはねなるだけ喋んないようにしてるわけですよあと論点は全て大体たい喋っています担当論点あと論文論点ですかねはいそういった意味では良いし,用意しあと講義 教材ってていらないなんですよ。聞いてればしい。ずーっと喋ってますからこの行間の話ね喋ってるんであと青本と同じ築城でありますんでそうだなもし電車に電車に置いてこれ持ってって開くことは不可能だよね。分冊にして持っていけば足りるかもしれませんけどそれも面倒くさいって方もいらっしゃるわけですよ。じゃあどうする条文だけでいいのね。 で条文一個つ一コ読みながら説明していくので、まあそれを見ながらやっていくだけで勉強になると思うんですね。まあそれがここになるのかな。アウフホルと同じ条文単位で進行していきますっていうところね。そしてアウフホル十九単位で四十五回に分割と書いてありまして、ある一定の単位で取れるんです。これ全部取ってっていう必要性がないのね。自分に合っところってあるじゃないですか。例えばどの辺でしょうかね。総則とかね、審判。 ないしはさっきやった延長登録ってところ苦手って人もいらっしゃるわけですよ。あるいは、背鳴見の認定通ったりよね、これも、卓意しか出てこないでしょ。苦手ですよね。で、そういうとこだけでもいいのね。それを取っていただいて聞く。聞くことによって分かりますから。でもちろん読んでるだけではなくって、僕の場合は、他、えー、方域も全部喋っています。あとは条約の規定ですよね。条約上こう書いてあるんで、こうなってるんだという話もしていたりするので、まあ、条約の苦手の方にとってもいいのかもしれません。 そこはねで、そしてんんと。必要な分野だけ申し込みかって書いてありますね。先ほど申し上げました。単元別になっていて、最低限はこのチャプターごとに申し込みが可なんですかね？招待でこれ申し込みできるわけですよ。一括でもによりくら177、17万600円。まあ、これ全て含めて入ってるんで、2年目の教材ってこれしか僕はないと思いますよ。やるんだったらあとは過去問。の 解析しかないと思うんですねやればこれ十分なはずなんです勉強としてはねうん。で、このチャプターごと取ってもらってもよいし特許一括でもよいし全科目一括でもよいしいや私は衣装がダメだという人は衣装だけっていう人もいらっしゃるよねあと商標だけ苦手って方もいらっしゃるではないですか構わないしその単元の中で取ってもらってもよいということねそして大体チャプター単位でそうだな あの3時間を大体5から6に切ってやってるのでワンチャプターが大体30分ですかねで30分単位で野良いくらいでしゃべってますんでそれ聞いてもらってあ「佐藤こう言っていたな」っていうだけでも結構ですで分かりやすいと思うねそこであと持ち運び音声データなので僕は通常講義は全て自分の講義もそうなんですけど IC に取ってるんですね取ってずっと聞いてるの自分の講義ってこういうことを言っていたよなとかね ないしは間違っていなかったかなとかねあるいは音の調子はどうだったかなって聞いてるわけですよで、これだけ持っていけば足りちゃいますので極めて勘弁でしょ僕合格してからもう今で26年か7年経つのかな今でもずっとこの中に何か情報を入れて聞いて、ま、聞きまくっていますね、聞きまくっていくうちにだんだんと分かってくるんですねだからたまに民法何条って言うでしょあれってずっと僕は聞いてるんです今も民法の講義ってね で、聞くことによって忘れないってことをやってるのね。じゃないと、忘れちゃうもんね。人間ですから、やはり、そこはね。で、ぜひ、記憶の喚起でもいいし、もう一歩進んだ勉強をしたい、深い勉強をしたいって方は、ぜひね、取ってもらいたいなと思ってるんですね。まあ、できればね、将来的には、これ分からないけど、これを使ったね、ゼミとかできたら、本当はいいんですけどね。いやこれどういうことか言ってみてって言ってね、本当は当てながらやると、もっともっと分かると思うんですよ。もっともっと。 で分かって深く理解できると思う、ね、条約もやってみたい本当は、ね条,約まあ、条約もそう体系があって各条約の条文全部見てここから説明したらこういうことになりますっていうのはねそれをやってみたいと本当は思ってるんですけど今は止まとりあえずアホンだけしか今やっていないのであの産業財産権全般ついてはここでコンプリートできるはずなんですね。まあ是非 まあそういいいっっったた意味では取ててもらいたいと思っておりますそ,こ、ねまあ、それが、えーっとまあ、今回のお知らせということになるかと思うんですけどね今ちょうど試験傾向変わってるでしょうだんだん変わってきた特に論文式試験は変わりましたよねでまあ担当はこの数年すごく難しくなっているで数も少なくなってるでしょうで長文化になっていて難しくなってきている論文どうかというとあの問題的には難しくはないんですけども 問題読むのが難し,難しいんですよ今の論文って長いからねでもパッと見た瞬間気づくこれって実はこれはネタ本だったりするんでそこにパッと目がいくかっていうところが本当はポイントなんでしょうね。うん、ただ担当についても使えるだろうしあと論文自体も使えるだろうしってことになるのであと音声だけでしょう。無駄にならないし面倒くさくないんです。面倒くさい勉強って長く続かないからねそこは。疲れるでしょう。ね 疲れる時に聞いてください。ぜひ。寝る時でもいいし、歩きながらでもいいと思うので、ぜひ聞いてもらいたいなと思っております。ね、そこで、この講座ね、今日一応宣伝という形になるんですけども、ぜひ一緒に勉強していきましょう。そして、2年目のところで深めていって、趣旨から解けるように全て、担当もしかり、論文もしかりです。趣旨から絶対解けるんです、問題って。そこから解けるように勉強していきましょう。ぜひね、やって、一緒にやっていきたい,い,きたいと思っております。 ということなので、えー、最後のこの講座ですよねぜひお取りになって一緒にやっていこうかなと思っておりますでもうそろそろこれ販売になるんでしょうかね、えー、販売になる予定でありますのでぜひお取りになって一緒に勉強していきましょうでは今日はこの辺で終わりたいと思いますお疲れ様でした